ローマイコールジャルディネッティ線は、イタリア・ローマのアトクが運営する都市鉄道路線。ローマ市中心部のローマテルミニ駅に隣接するローマ、ラツヤリ駅と、ローマの東南東約1 0トルにある、ローマ市の分離集落ジャルディネッティの間を結んでいる。2008年まではさらに先のパンターノまで運行されて、いたが、ローマ地下鉄 C 線建設工事に伴い廃止された。 期間 950mm の軽便鉄道である。この路線はかつてローマフィュージ鉄道としてローマとフュージを結ぶ 78.1km の路線の一部であった。ローマフィュージ鉄道は1907年に認可され、1913年に建設が始まった。1916年6月12日、ローマからサンチェザーレオを通りジェナッツァーノの間47点を キロメートルが開業した。これは、期間950ミ、mm、リメートル、直流850ボルト電化の軽便鉄道路線で、起点駅は、ローマテルミニ駅のエスクイリーノの、丘側に隣接して作られた。開業時のダイヤは上下往復1日4本で、1等車と3等車で運行された。1917年7月14日には、路線は、フィウッチまで、 総延長7 8 1トルが開業した。この時、ローマからフィウチまでの所要時間は2時間45分で、列車は30分ごとに運行されていた。この時同時に、フィウチから3 3トル離れたフロジノーネまでの支線も開通している。1950年にローマテルミニ駅とローマラツヤリ、駅間の短い区間が廃止。 1982年にジェナッツァーノとフュージカンが廃止。1983年にはパンターノとジェナッツァーノ間が廃止。さらに2008年にはジャルディネッツとパンターの間が廃止され現在に至っている。ローマフュッジ鉄道のコロンナ駅は1916年6月12日に開業し、1984年2月に廃止されたが、2008年に駅舎と軌道の一部が コロンナ鉄道博物館として整備公開された。約500メートルの軌道が保存され、鉄道車両が展示されている。ローマ・ラツヤリ駅からポルタマジョーレ停留所までは、ジョバンニジョリッティ通りの路側の専用軌道を走り、ポルタマジョーレで、アトクトラムと平面交差する。その先しばらく行くと、カッシリナ街道の中央分離帯の専用軌道に入り、 終点のジャルディネッティ駅駅に到着する。他線への乗り換えは、ローマラツヤリ駅で、イタリア鉄道及び、ローマ地下鉄に、ポルタマジョーレ停留所で、平面交差する後トクトラム各線に乗り換え可能である。ありがとうございます。